苦手意識があったのかなという感じですけども、まあ、ここからいよいよね、さて敵陣に入っています京都大学、今度はドロップアップして、いいですね、はい、短いパスを使いました。43番の柳川、そしてそのまま抜けます。ここでサイドラインに出ますがファーストダウンを更新しています。いや、さあここは自らが持っていきます。いい判断、ここでスピンをしましたが、はい、いい判断だったですけども、ただこれがフィールドゴール。大学とそして京都大学の一戦は京都大学が先頭ですね。どういうプレーコールできますか。まずは中央のランからこれが通ります。ファースト更新、まだセカンドへ表と粘ります。簡単に倒れません。綺麗な相手でしたね、はい、右にレシーバー3人、さあそのターゲットを狙いに行きますが、おお、パス成功です。見事キャッチしました。11番の桃田、いやいや、いや、それは現在進行形じゃないですか。いやいや、はい、ああ、痛くに行くのかなと思ったら、さあここはパスを更新してそのまま抜ける。そのまま抜けます。タッチダウンまで行きました。いやいや、いや、それは現在進行形じゃないですか。いやいや、はい、ああ、痛くに行くのかなと思ったら、さあここはパスを更新してそのまま抜ける。そのまま抜けます。タッチダウンまで、セカンドエフォート、逆転に成功。完成。クォーターバック浦田から、お、ここは中央抜けました。柳川、はいはいはい、柳川一気に敵陣に入ります。ブロッカーもついている。これはいいランでしたね。素晴らしいできますか。レシーバー左に3人がいますが右を使います。2度目は失敗でした。今日3度目のフィールドゴール、どうでしょうか。あの、成功しますね。決まりました。これで7対6。33番の宮、はい、さあセカンドダウン5ヤード、プロテクションはしっかり持っています。あ、パスが決まりました。そしてセカンドエヘオと粘ります。敵陣に入ってきました。84番の塚本です。入ってきました、関西学院大学。ここからキープしてパスを投げる、これが通りました。この秋初出場という星野兄、さあそして伊丹がスルスルと回転させを見せました。第3クォーター、関西学院に入っています。関西学院大学セカンドからファーストを取ります、はい、そしてそのまま、しかしここは31番の京都大学の三平です。ディフェンスバック下もいいプレーがありましたが、さあここは私来たのか、星野が走る、星野が行きます。そして中に入ります。ギリ止まりました。ギリどうでしょうか。ギリギリタッチダウンには至っていませんか。起こってるかなっていうふうに思いますね。ハイフォーメーションで飛び込んでいきますがどうでしょうか。止めたんじゃないですか。止まりました。止まりました。止めましたね、はい、泉さんしのぎましたよ。うまく組み込みながら、そして伊丹のランが、まあ、こういうパスが通ります。さあ一気に10ヤード以内に入ってきました。入っています。ファーストアンドゥーゴール、ランプレーで行きます。そしてそのまま痛みがタッチダウン。第4クォーター関西学院大学さらに追加点23対6、はい、ブリッツ入ります。関西学院大学ですがここはキャッチしました。あ、ナイスキャッチ。バースタン更新、ね、はい、キャプテンの上田、右端の広田の場所がね非常に気になるんですよね、はい、その広田を狙います。パスが通る、タッチで使った、パスが通る、そして初めて得点を挙げました京都大学。まあタッチでもそうですね、すみません。さあ中央のランプレー、ファーストダウンを更新。クォーターバックは柴原です。ランプレーでいきます。中央そのまま抜けました。この秋のリーグ戦3度目のタッチダウンです。さあここランプレーでいきます。あ、ここもしっかりブロックがついています。あ、ただフラッグが出ました。フラッグ出ましたね。さあ5ランプレーでいきます。いきます、いきます、そのままタッチダウン。試合終了間際、さらに関西学院、さあ
ターゲットを探しますが、ここでサック、そしてファンブルして、そのままリカバーに入りました関西学院大学。これは八木のいいサックですね。はい、ターンオーバーになりました。どんなプレイコールを見せるでしょうか。パスでいきます、右奥、これが決まりました。チャン、さらに追加点、45対12、関西学院大学ファイターズが開幕5連勝を達成しました。